仕事の価値を自分なりに設定するというお話です。仕事の対価は報酬だけでなく経験でもある。だから自分なりに仕事の価値を設定することは大切である。それも自分なりに言葉にできるほどに意識することである。そうなると自分の価値判断の明確な指針になる。仕事に取り組むとき、自分で設定した価値のいずれかが満たされていることを意識できれば、そこに楽しみを見出し、満足して思い切り取り組めるようになる。仕事には本質的な価値として、少なくとも、1、経済的価値。2、自己実現価値。3、社会的価値。の3つがある。お金とそれ以外の価値は、二者択一の関係にはないので、いずれの価値も同時に両立して求めていけばいい。仕事について自分なりの価値を設定しておけば、単一方向で仕事の満足度を評価しなくてよくなる。日本一稼ぐ弁護士の仕事術、福永克也著。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと、今後の励みになります。